皆様ごきげんようゆりっぴです。はい、こちら9点から9点サマーメガキットが届きましたので、こちらを開封紹介していきたいと思います。それではスタート。9点から9点メガキットが届きました。なんかめちゃくちゃ今回青でね、夏っぽい感じで何が入ってるか楽しみです。それでは開けていきましょう。オープン。おお、おお、すごい、いいね。すごい、いっぱい入ってる。なんかめちゃくちゃ良さそう。使ったことないアイテムがいっぱいの予感。まず、1点目。じゃじゃーん。こちらは、ドクターエルシアのオアシス。ツージングマスクでございます。ドクターヤシスって使ったことがない気がする。とにかくね、使用感がめちゃくちゃいいと話題になっているアイテムのようで、保湿と鎮静に特化した美容液がこの中にたっぷりね入ってるみたいです。ドクターオアシスってだけあってさ、すごいなんかオアシスっぽいよね。そのパックは本当にね、私いっぱい試したいのよ、いろいろと。いっぱい試したいし、いっぱいね、使いたい派だから、すごく嬉しいです。次、2点目。2点目、こちらでーす。こちらは、トリデンダイブインフェイスマスク。ちゃんと日本語で説明が書いてるから、わかりやすい。これはね、ダブルインセラムっていうのが、そもそもあって、そのダブルインセラムが、パックになって、そのまま入ったパックになっています。で、保湿、潤いチャージ、肌リラックス、肌荒れ防止、弱酸性 pH 5.5、ヒアルロン酸、加水分解ヒアルロン酸、保湿成分。D パンテノール。このね、5つのパックになってます。で、これもね、結構保湿感強めって印象かな。で、敏感肌さんにも優しそうなパックみたいです。なんかね、私、この間ね、たまたま使ったパックで、めちゃくちゃ肌が赤くなっちゃったことがあって、それからね、ちょっと敏感肌にも優しいみたいなのを意識して、ちょっとパック買うようにしてるんだけど、そういうことにもね、最近ちょっと気にしながら、パックのチョイスをしております。はい、次、3点目。これ使ってる。こちらはアヌアの桃70ナイアシンセラムでございます。今使ってるよ。そもそもアヌアがいい。アヌアがめちゃくちゃいい。で、これは桃から抽出した自然由来をね、が入っていて、結構ね、トーンアップして、キメがね、細かくなって、あとね、なんか使い心地が結構好きっていうのと、単純にこのピンクがやっぱり可愛い。テンションが上がる。肌に優しい系って言われてる系を使うことが多くて、なんかそういう感じのものが肌に合うらしくて。で、中でも最近はちょっとアヌアをね、割とお気に入りで使ってます。これおすすめ、マジでおすすめ。可愛いしね。アヌアはいいし、おすすめです。はい。次、4点目。じゃじゃりゃーん。こちらはクレアスのフレッシュリージュスドビタミンマスクでございます。良さそうじゃないですか。で、これはね、ビタミン E たっぷりで、乾燥肌と小じわケアにおすすめ。わ、なんかすごい、めっちゃくちゃプルンプルンしてる。すごいプルンプルンしてる。不思議、なんかすごい杏仁豆腐みたい。うわー、指突っ込むのはちょっと勇気いるね。うわ、すごい、なんかすごい不思議、こういうの不思議だよ。このすごい伸びがいい。伸びがいいね。今ちょっとだけ取っただけなのに、めっちゃ伸びがいい。匂いも優しい香りですね。すごい、これはしっとりだ。しっとりだ、助かる。乾燥肌向けだ。保湿量が強め。クリーム自体もプルンプルンしてて、結構塗ってすぐ肌にスッて入るタイプのクリームだから、お風呂から上がって、クリームつけた後の、ちょっとベタッとした状態あるじゃん。なんか、それが全くない。すごいね。いいね。あら、見て、すごくない？めっちゃしっとりした。素晴らしいクリームを知ってしまった。感動。乾燥知らずですね。これは。夏もね、何気に乾燥するからね。え、めっちゃいいアイテム知っちゃった。ありがとう、9点。はい。次。じゃじゃーん。こちらは、ナンバーズインの5番、白玉グルタチオン C。溶液でございます。白玉めっちゃ今求めてたやつや。ナンバーズインはパックが結構好きでお気に入りなんですけど、やっぱこの乾パンが本当に気になってさ、乾パンケアをどうにかして頑張ってはいるんだけど、どうしてもね、やっぱこの乾パンってやつが邪魔でさ、どうしようって時に、やっぱ白玉グルタチオンってやつが結構いいみたいなので、いいものを探してたの。なんか良いのないかなって。そんな
なところにこんなことある、嬉しい、これは嬉しい。全ての刺激の跡を消し去り明るい透明肌へ導く高濃縮度美容液、すごいね。ちょっと求めてたものが今来たからちょっと感動してます。わ、すごい。これも伸びがめちゃくちゃいい。なんかさ、美容液って結構使わなきゃいけないタイプのさ美容液もあるけど、これは伸びが良くて、そしてスッと馴染む感じ。透明肌絵系だからさ、すぐは効果出ないと思うけど、なんか塗った感じめちゃくちゃ好きっていうのと、なんか刺激も少なくていいですね。ちょっと期待込めて使おうと思います。はい、次6点目、エンジョイスーパーアクティブエアリーサンスティックでございます。エンジョイ、ココナツのナチュラカンチュラー、エンジョイ。韓国のビューティーアワード2020ナンバーワンコスメみたいな感じかな。もう夏じゃん、日差しが痛いんですよ。だからいいのないかなって探してたんですよ。このちっちゃいサイズすごい助かる。私ね、持ち運ぶんだよやっぱ日焼け止めって。おお、このスティックタイプですね。韓国系の日焼け止めはスティックタイプ多め。私ね、なんかスティックタイプってね、どこまで塗れたか分かんなくなっちゃうからねだからクリーム系が好きなんだけどさ。え、でもスティックタイプって便利だね。今年はちょっとお出かけいっぱいしたから使おうと思います。次、じゃじゃじゃーん。アリウル、ストレスリリービング、アイリムーバーパッド。拭き取るタイプのクレンジング。なんか拭き取るタイプのクレンジングは、旅行の時に本当に助かってる。拭き取るタイプの化粧落としって結構肌を痛めちゃうことが多いと思うんだけど、なんか突っ張りにくいらしくて、あとベタつきもないみたい。で、なんかオリーブヤングで結構1位。になってるぐらい結構人気のある商品らしい。低刺激っていうのもね結構嬉しいね。え、すごい、オリーブヤングでナンバーワンはちょっと期待してしまうね。次8点目、こちらは SND のエンドラスターティントの3番でございます。ウォーターティントってさ、ティントが流行り始めた時にさ、めっちゃ使ってたな。あ、すごい、なんかめっちゃ可愛い、なんか本当に懐かしい色が。これはイヘベ優勝カラーでは？なんかあれだね、こうグラデーション作りやすそうな感じ。そう、ウォーターティントはね、めちゃくちゃね、韓国コスメが流行り始めた時にね、あのエチュードハウスのやつを私買ったんですよね。めっちゃ使ってたんですよね。懐かしいな。イヘベ優勝カラーおすすめです。次、ビーガングリッターアイシャドウ1番。このビーガンコスメもね、結構韓国コスメ多いんですよね。かわいい。グリッター大好き。あ、かわいい。ちょっと待って、これは涙袋に塗ったら最高では。キラキラー。ブルベっぽい感じ。ブルベさんにぴったりな気がするんだけど、でもこのラメ感は最高。ラメがさ、買いすぎてもわーってなるし、ちょうどいい感じのラメの多さ。夏だしさ、フェスとかさ、海とかさ、ちょっと今日はエンジョイみたいなさ、時ってあるじゃん。そういう時に、すごい。お目目元がキラキラでも最高よ。3色あるみたいなので、チェックしてみようと思います。次。こちらはセリマックスのフレッシュクレンジングオイルでございます。クレンジングオイルです。これ説明がめっちゃ好きだわ。毛穴汚れズルン、美白の秘密、爽やかな仕上がりのオイル。クレンジングは本当にね、美白の秘訣ですからね。大事なんです。で、これはね、なんと軽くてスッキリしてて、刺激が少なめのクレンジングオイルのようで、5ヶ月のテストと2度のリニューアルをして、この製品が生まれたみたい。で、結構こだわってね、作られた商品みたいです。使い方としては、あったかいタオルとか、あとスチーマーとかで毛穴を開いてから乳化したこのオイルで取り除くと効果よく使えるみたい。説明通りに使ってみようと思います。はい、ということで今回はこちらの9点メガキットを開封して紹介してきました。なんと7月1日から購入金額の 20% がポイントとして戻ってくる 20% メガポっていうのが始まるみたいで、これね、前回私メガポでめっちゃポイント貯まったの。本当にポイント貯まるから、普段欲しいなって思ってるものもぜひね、このメガポを活用してお得にお買い物を楽しんでみてください。ということで、皆さんご視聴いただきありがとうございました。この動画になと思ったらグッドボタン、そしてもっと見たいなと思ったらチャンネル登録ボタンよろしくお願いします。それでは皆さん、ご視聴いただきありがとうございました。バイバイ。